フライフィッシングどれぐらい1日でできるようになるか、まあ、ちょっとねやっていければいいかなと思います。初速がゆっくりで最後は速く、うまいじゃん。じゃあちょっとやろうか、粘りをつけて。中指で竿を支えて薬指に糸かけるじゃんね。で魚かかったらこうやってファイトするやん、ね、ここの糸を引くやん、ね、こっちじゃなくて手から出てる糸を引いてファイトする。はじめにドラッグの調節をねちょっとやっておくといいから。でこれで投げてもらえば OK で、フライ投げたらフライを動かさないで止めておくと食ってくるから。あとライズしたらライズのところに投げてあげると結構ね、食うんです。あ、いいねいいねいいね。あ、やめた。あ、見てる、やめた。あ、見てる見てる、来た。ナイスナイス。あ、しまった。あ、惜しい。こうやってさ、今こうやって持っとったやん、うん、次の糸持てんくなるもんね。こうやってそうそう掴んでおくと。なるほど、やれるからさ。ちょっと待ってね、やりましたね。から結構すぐ合わせないと。すぐ抜けた、待って、おい、来たー、でけえいいねそうそうそう、うまいじゃん、うまいじゃん。このまま寄せてくれよ。で、こいつね多分ここ潜るからマジ気をつけた方がいいよね。潜りそうになったら竿先でコン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 でちょっと煽ってやるといいよね。そう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 。お、いいねいいねいいね。で頭が浮いてきたらランディングできるよね。おおおおおお、いい感じいい感じいい感じ。ゆっくり取り込んで。あ、惜しい惜しいこれずっとそのままにしとけば。そうです。あー、やめたそう、こいつら草頭いいかな。あ、食った、おっしゃー、ナイス。で、これどうする。これ、これでこのまま、うん、そのままね、走ってったら緩めてあげるといいやんね。あ、なるほど。で、糸が全部なくなったらリールファイトになるから。あ、そう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 。多分、初めは走るじゃん。あ、そうそうそう、走ら走ら走ら。いいね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 こいつ結構走るね、やばいねやばいね。めっちゃ走ったね。潜りそうになったらコン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 ってちょっと煽ってやる。そうすると向き変えるから。オッケーオッケー。うお、でかいでかいよ、でかいいね。めちゃくちゃ楽しいそう、結構、あっ、惜しい優しくね、沖で走らせるぐらいでも全然 OK。 ニジマスはなんか走ると疲れるからさ、で疲れて浮いてきたらランディングできる。くよ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 、あった、あ、出る、ナイスまだ魚強いじゃん、うん、頭が上がったら、うん、こうなったらランディングできるから。よっしゃ、おおおおおおお、でかっでかっでかっ、すごい、むちゃくちゃでかいね。さすが、コン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 、あ、そう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 、いったいったいった。うまいな、さすがだね、慣れてるね緩めてあげて、ナイス、あー、やったー、ブラウンだね。ブラウンブラウンブラウンの立ち抜きの、ありがとうございます。あー、ありがとうございます。楽しい結構あれだね、合わせとかうまいね。あー、なんか他の釣りと通じる部分。あ、本当に、やっぱ釣りやってるからうまいね。うまいね。パコン出てもプシッて合わせるもんね。慣れてるね、ファイト。慣れてる慣れてる、ファイトが慣れてる。もうめちゃくちゃ走るやばい、またそのパターンだよっしゃ、いけるね。おはようございます、ブラウンだ。あ、ブラウン、ブラウン、はい、え、はい、
どう？どう？最高でした。結構もう慣れてきたでしょ。なんとなく分かったかな。合わせとか結構合わせはコツは分かったかな。あれじゃ初めバス普段やってるからさ。そう一呼吸置いてとか、はい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 、あとラインスラック出して背の釣りが、ブラックバスは多いって。あ、そういうことね。そうその辺の癖がフライだとね、あの食った瞬間合わせないかもね、うん、その辺は確かにちょっと違うかもね、うん、よし、じゃあガンガン行ってください。引き続き、はい、行きましょう。ありがとうございます。でかっ。ありがとうございます。あ、逃がしますか。うん、逃がしてください。おー、出た。今度はあるんです。あたふたせずに逃がす。ありがとうございます。おお、めちゃくちゃスムーズでしたね。ありがとうございます。あー、もううめえだよ。やりました。普段バス釣りされてるんでしたっけ。普段は最近、昔バス釣りやってて、うん、あの最近はあのチヌのかかり釣り、イカダ釣りやってる。どう、走りとか違います？ニジマスは走り、やっぱそうですね、なんか横に走ってくる。チヌは下か。なるほど、なるほど。ファイトすごい慣れてるからめっちゃ面白いっす。魚が走ったらリールのドラグに任せちゃう感じ。あーはは。あ、違う。やめたね。次来るんじゃない？もう浮いてきますね、多分。もうちょっと。うお、やば、全然だ。でっけえわ。うわ、うまい、うまい、めちゃめちゃうまい。でけえや。やったー。うまいね、最後ランニング。めちゃくちゃでかい。めちゃくちゃでけえじゃん。あ、これうちのマスだ。うちのマスだね。きれい。これドラゴン名物のハイパートラウトじゃない。ハイパートラウトだね。ちょっと翔吾、ごめん、写真撮って。ということで、今日一日釣りをやってみました。で、どうだった？やってみて、フライフィッシング。あれ、なんでみんなそんなのちゃった？みんながこんなの直立しちゃったらびっくりしたわ。めっちゃ釣ってたじゃん。いや、どう、難しかった？いや、意外とやってみたら簡単にすぐ慣れて釣れるようになったから。あ、本当に？すごい難しいイメージあったけど、うん、僕がやってた釣り、ブラックバスの釣りはどちらかというとこうラインスラックを出して釣るような釣りが多いので、ラインスラックを出さずにフッキングするっていうのが最初はちょっと戸惑うのもありましたけど、まあ、そこを気をつければ意外といけたなっていう。なるほどね。そうかそうか。バスだとね、食ってから待って合わせるもんね。そうフライだともう食った瞬間だもんね。そうその辺の差か、うん、食うとこが見えるのが結構楽しい、うん、なるほどね。堀くんはどうだった？いや、もう本当初めて釣りやったんですけど、すぐ投げる、やっぱ先生がいいんで、すぐ投げれるんで、すごい投げやすいですよね、これ。これすごい投げやすかったです。サオもすごい投げやすいですね。なんか、嘘くさいよ。あんな大きい魚が釣れると思わなかったんで、本当すごいいい体験になりました。たまりそうですね。結構ね、普通に釣ってたもんね。うん、投げれたし。一番最初に釣ったし、ね。あ、そう、一番初めに釣ったよね。ビギナーズラックで。そう、結構大きめのやつが最初に釣れたんで。で、今回堀くんに使ってもらった竿はケイブリッドの R2 っていう5番っていうウェイトの竿で、で、これは9フィートの5番っていって、こういうポンドタイプのエリアで遠くに投げたりとか、あとこうルアーみたいにこうストリーマーっていってこう引っ張ってくる、
て泳がして釣ったりとか、もうそういうのに適した竿、うん、で、勝負と公平に釣ってもらった、使ってもらってるのはクリークって言って3番でもっと軽いライン で短い竿だから、多分堀くんのやつよりも投げやすいと思うじゃんね、近距離が。でドライフライとか今日やったみたいにこうフライが浮いててガバって出るような釣りには結構やりやすい。こんな感じで、でもみんななんかいきなり投げれてたし、うん、釣れてたね。楽しかったです。めっちゃ楽しかった、うん、ハマりそうな。ハマりそう本当にハマる。ハマっちゃう。ハマってほしいね。でまあこんな感じで、今日3人に初めてフライフィッシングやってもらいましたけど、まあ、ちゃんとしたこういう管理釣り場でフライフィッシング始めてもらって、で投げやすい竿でやってもらえれば、そんなに難しくなく、フライフィッシング楽しめますので、ぜひ皆さんもやってみてください。